ここは世界に名だたる貴族が住むボンボン家のお屋敷。今宵も優雅な暮らしをしているボンボン一家。そんな一家にある老婆が訪ねてきた。怪我をしてしまいまして、一晩だけここに泊めてくださりませんか。無理。軽蔑された老婆は罰を与えるために屋敷ごと呪いをかけました。家族は醜い姿に変えられてしまい、誰もこの家には近づかなくなってしまいました。ここが呪われし屋敷。ほら、早速屋敷入ろうか。あんたらもこれつけてや。おお、お前らイケてるやんけ。めちゃめちゃいい感じやで。先輩。お、なんや。僕たちバイト代もらってないです。さすがにもらわないとね。え、私美顔器欲しいんで。私はハワイでバカンスしたいんで。自分彼女にプレゼント買ってあげたいんで。僕車のローンがあるんですよね。美味しいお肉が食べたいんですよね。いい家に住みたいです。分かってる、分かってるから。だから今日はここの資産全部奪うんや。それでみんなで山分けしよう。おー、ここは100年近く誰も近づかない、誰の気配も感じない呪われた屋敷や。そして相当な貴族が住んでたって有名な屋敷や。だから100年分の資産を売りさばいてみんなで山分けや。やるやろ。やります。ほら行こうか。誰が山分けなんかするかいな。ボケ、全部俺がいただくわ。なかなか綺麗やないかい。なんでここに誰も住まへんのか謎やな。ほんまに呪われた屋敷とは思われへんで。ほな行くで。なんか獲物あったらここに持ってくるように。うわ！先輩どうしたんすか。どうって、前に女の子おるんや。どこですか。どこって、ほらそこに。あれ、おら。何言ってんすか。行きますよ。いや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 。ほら見てみ、高そうなもんばっかやろ。すげー、めっちゃ高そう。100年前の屋敷やこれ。いくらこれ。おお、あっこにべっぺんさんの銅像なんで、こんな女と付き合ってみたいな。ごめんなさい、私には夫がいるの。いやもう心配すんな、俺他の男の女興味ないから。え、久しぶりに口説かれたわ。ごめんなさい、夫がいるの。あー、銅像が喋った。誰が銅像ですか。なっ、うん、ここどこ。あなたは私を侮辱した。少しお仕置きが必要みたいね。お仕置き？今から24時間あなたの体にナイフを刺していくわ。そんな冗談やろ。もう一回話し合えへんか。うお、大丈夫ですか先輩。先輩、そんな慌てないで。ただ幻覚で24時間ナイフを刺しまくっただけのこと。に、逃げなきゃ。先輩、早く起きて、行きますよ。あれ、どこ行くの。サッカーしようよ。僕の顔、結構跳ねるよ。うわー、先輩、痛い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 
まずそうな顔。え？なんか味しなそうな顔だけど、ドラゴンの血でもつければ食べられるか。しなえ、先輩、ここにいたら死ぬ。俺もう無理や。逃げよう。やあ！びっくりして目が飛び出しちまった。誰か戻してくれ。ここは。ようやくお目覚めかな、お客人。お連れ様もゆっくりお過ごしください。ママがね、たくさんごちそう取ってきてくれたんだ。全部食べないとギロチンだよ。うん、うん、虫手首。無理ちゃう。ちょっと黙っとけ。もまあ、もう断ったら何されるかわからんやろ。辛抱せ。無理ちゃうわ。おや、お気に召しませんか。香ばしい土のいい香りがする。前に訪ねてきたお客人はこんな人間だった。ぜひこの家でパーティーをさせてくださいと。しかしそのお客人はこの家の資産が目的だった。だから私はそのお客人の腕を剥いでやったのさ。先輩、もう無理です。殺されます。どうせ殺されるんやったら。もうあなたったら意地悪ね。え？先輩？もう殺すしかないやろ。どうせ殺されるんやったら。あなた、やはりここの資産目当てなのかしら。うるさいわ。ここの資産全部もらってくれ。急げ！もたもたすんな！運べ！よし、やってたぞ。よし、運べだぜ。はい、はい。もう、後戻りできひんようやな。もうここまで来たら大丈夫や。わし車持ってくるからここ見張っとってや。はい、はい、待て。どれや。ここに入ったものは一生外には出さん。なんやれ。ここで醜い一生を過ごすのだ。何やあれ、怪物や。またここかいな。先輩、ここどこですか。知らんわ。お前たちは呪われている。そうだ、私が呪ったのだ。うっ、苦しかろう、苦しかろう。なぜなら、お前たちは私を捨てたからじゃ。一人残らず消してくれよ。苦しかろう。でもわしの苦しみはこんなもんじゃない。なんだあのお客人、いきなり。おい、お前たち何寝てる。
フライデー、ジュンズリー、ミーティシャーどこだ。なんだ、なんということだ、ミーティシャー、ミーティシャー、私を見て、愛しい愛しい夫だよ。ママしっかりして。いつものママらしくないよ。ママ、おい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 、待て待て、ミーティシア、私たちは長年愛し合ったじゃないか。おお、そうか、これが夫婦喧嘩ってやつか。よし、受けて立とう。もうママうざい、ちょっと頭貸して。まだ首が動くぞ。ひどいよお姉ちゃん。ああそう、私のことももう分かんなくなっちゃったんだね。最高のママで、今思えば100年前のあの日後悔してる。普通に学校とか友達とおしゃれして普通の女の子になりたかった。止まんないよ、いて。これは私とミーティシェが結婚した時に送った音楽。こいつは一体。おのれ、この音楽は私の大嫌いな音楽じゃ。このわしの呪いが消えかかっているだと。わしは消えない、絶対に。この先もわしの呪いは消えることはない。あ、戻った。誰もおらんな。どこ行ったんですかね、あの家族。じゃあ今のうちに資産を。いや、もうこの家はやめとこ。ずらかるで。今チャンスなのに。先輩、どこまで来て逃げるんですか。うるさいよ。わしはもう呪われとうないねん。待ってください。ミーティシア、美しいダンスをしよう。怖いっすよ。100年ぶりのバッグであんだよ。やはり君は綺麗だ。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。呪いがかかってた時も美しかったけど、どういうことだよ。今はもっと美しい。嬉しい。どういうことだよ。本当に嬉しいかい。とても嬉しいわ。何をやるためにも私を愛してるかい。ちょっとだけね。ん、私を愛してるぞ。はい、ん、嬉しい。回しよ、回しよ、これ。その後どうすんだよ。そうね。100年間回っちゃおうかな。どうだい。ババ抜きじゃない。ババ抜き振りすぎるだろ。あんまりブランクが。じゃあ私からね。100年ぶりだ。揃わねえだ。あ、ちょっと、あ、奇跡だよ、揃った。あ、すごい、頭が痛い。え、大丈夫。あ、大丈夫だ。何かしら揃うだ。さあ、踊ろう。え、いや、あ、恥ずかしいな、この景色。おお、おお、太陽だ。恥ずかしいな。終わんねえよ。楽しくねえだろ。さあ、ご飯にしようか。今日は何が食べたい。はい、何が食べたい。何が食べたいか。
牛が食べたいわ。牛か。牛はあるかな。じゃあ今日はパーティーだ。うん、はい、うん、牛パーティー。牛パーティーだ。じゃあ行こう。食事の準備だ。行くぞ。